カンコレ。いいこと。暁の水平線に勝利を刻みなさい。海白露型駆逐艦1番艦海風です。提督、本日もよろしくお願いします。はい、こんにちは、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。本日は、限定任務の、艦隊9周年の拡張作戦ですね、こちらの方の、攻略をやっていこうと思います。まあ、最初の方ですけど、高評価ね、いただいてありがとうございます。それでは、最初に編成の方からねしていきましょう。今回の作戦ですけども、軽空母をね、機関にして、駆逐を2を含んだ艦隊4にしなくちゃいけないんで、まあ、機関が固定ですね。で、残りの、まあ、海域については2の3、3の5、7の4、そして最後6の4となっているので、まあ、時間はね、結構かかりそうな感じですけど、まあ、任務達成するとね、まあ、豪華な報酬がいただけるんで、頑張っていきたいです。はい、ここは譲れません。雪風、いつでも出撃できます。第二水雷戦隊機関、やはり水産。さあ、好評的母艦日進。はい、水砲もご一緒します。もちろん。ここは譲れません。ここはね、これは良い機体です。制空が、まあ、制空値は確保でこれで、まあ、できる感じなんで、提督ありがとうございます。評価嬉しいですね。まあ、一応対空ね、要対空の準備していっていいね。もし可能でしたら川風にもお願いできると。すみません。これはいいじゃない、素敵ね。これならいけそうね。やはりやってみます。まあ、こんな感じでいいかな。いい艦載機
く。春ですね。やっぱり春はウキウキしちゃいます。春の新作卵焼き食べる？ね、卵焼き、食べる。それでは、攻略ねしていきますね。最初の会議はオリオール会。もういつもいつも来てますから、もはや説明の必要はないでしょう。三光線帰還、追放、罰病しちゃいます。なぜかこの海域がね、任務達成のために来ないといけない回数ナンバーワンですからね。まあ今日は下ルート行きましたけど、やるわよ。攻撃隊上ルートに乗ってしまうとね、まあ、道中参戦してボス戦なんで結構事故りやすいんですけどね。やるわよ。攻撃隊発艦。まあ、下ルートに行ったんで、まあ、ボスにまではまあまあいけるでしょう。来週出戦。用意。行くわ。隊とみんなをお守りします。まあ今日でね、4月も、まあ、終わりということで、早いですね。もう今年の3分の1が、まあ、終わってしまったわけですけど、まあ、まあ実際はね、4月が、まあ、年度始めっていうこともあって、まあ、入学式とかね、まあ、新しい新生活が始まったりとかしたりして、まあ、慌ただしかった。もちろん絶対大丈夫。まあそんなね、4月だったわけですけど、皆さんはすみません、いかがでしたでしょうか。まあ、私はというとね、まあ、昨年の12月にね、まあ、転職をしてね、まあ、職場が変わったので、まだ慣れていない部分がね、かなりあったりしたりして、まあいろいろとね、覚えることもね多いですから、まあ自然とこうストレスもね、まあ、たまる、まあ、そんな4月だったかなと。やっぱりね、まあ、自分一人で完結できる仕事じゃなくて、周りにいる人とかのね協力しながらやっていかないといけないんで、うん、気遣いますね。やったー、だって。まあ今日はね、まあそんなことはもう忘れて、まあ、観光で楽しむと決めてやってるんでね。まあ、ゆっくり見ていっていただけると嬉しいです。さあやるわよ。攻撃隊発艦。まあ今月でなって一番、まあ、変わったというかね、まあ、景色的な話をすると、まあ、この季節はね、桜の咲く季節だったので、まあちょうど2週間ほど前にね満開になっていたのでね、まあもう私の近辺の桜っていうと、ほとんどもう葉桜になってるか、まあそれか半分くらいね咲いて残ってたりするのもあったりするんですけど、まあこれからはね、まあ、まだまだ咲いている地域もねあると思うんで、まあそういったところの方は花見とか楽しみにはいい時期かなっては思いますけど、ちょっとまだね気温が低いですから、
まあ、そういったところを考えるとね。こういった、まあ、3密を避けたりとかね、しないといけない関係上、まあ、大変なね、時期ではありますけど、まあ、そんな中でも9周年迎えちゃいましたからね。いや、本当にすごいゲームだ、カンコレは。あ、ということでね、最初のオリオル会はこれで完了となったので、次の回帰に行きたいと思います。次がね、3の5なんですけどね、ここいつもはね、下ルートに回ってるのでね、上ルート行くのはほとんど任務がね、今回みたいな形じゃないと行ったりしないんですけどもね、ちょっと不安ですね。なんて言ったってみんなのアイドルホッポちゃんがね、航空巡洋艦もがみ待ち構えてますからね。慢心してはダメ、全力で参りましょう。航空巡洋艦もがみ出撃するよ。ホッポちゃんのところを抜けられるかが今回の、攻略の鍵になりますね。今回は制空値がちょっとね、高く設定されてるから、もう一中隊ね、一小隊と思った方がいいのかな、乗せておきたいんだけども、あんまないな。じゃあこれを持ってきて。あの提督、新しい艦載機が開発されたとか、少しだけ、ね、高評価押していただいてありがとうございます。まだまだね。近代化改修始まったばかりなんで、ゆっくりしていってね。この制空は。今の値で300ちょっと超えたぐらいかな。なのでね、もうちょっと必要だな。まあ最低でも400は乗せたいから、あ、モガミの装備がちょっとかなり頑張ってますね。ここをちょっと変えないといけないな。いいね、こういうの好きなんだ。モガミもね、まあ飼い荷が来る来るって言ってなかなか来なかったこの子もね、飼い荷が来たらもうとんでもないスペックになってるからね。本当時代は。そうさ、随音だろ。ちゃんと定数目いっぱい積んで飛ばしてみたいね。時代は変わっていくね。衝突禁止。もちろんさ。ここは、天山も一つ落として、ここに艦船を入れようか。いや、ここはちゃんとしよう、ちゃんと。あの提督、新しい艦載機が開発されたとか、いいかな。気になりますね。アクセさん、こんにちは。拡張任務頑張ってください。あ、アクセさん、ありがとうございます。まあ
私の記憶違いじゃなければ初見さんかな、あもしくは初コメでいただいたのかもしれない。いずれにしても、コメントをいただいてありがとうございます。多聞丸です。一応私も、カンコレ始めてね9年目ということで、まあいろんなね過去の、まあ、航空ショーがね存在する前のイベントとかもやったりしてましたけど、本当に最初の頃とはね、まあ、ゲームの、まあ、システムと言ったらいいでしょうかね。さあやるわよ、攻撃隊発艦。まあ、最初はもう戦艦が強いっていうね、そこが本当に印象的な殴り合う、まあ、そういうゲーム、まあ、今でもね戦艦強いんで殴り合うと頼もしいこと頼もしいんですけど、まあ、それだけではなくてね、まあ、野戦とかね航空戦とか、まあ、潜水艦もね実装されて、まあ、幅広い、うん、まあ、戦闘方法がね確立されつつある中でね、まあ、基地航空隊とかもね配置されて、本当にねもし、うん、まあ、今でもね、まあ、カンコレ始めて始める人って結構いるみたい。まあゲームですからね、当然始まりの時期はみんなあのバラバラでも、あのそういったプレイをしてくれる人がね続いてくれるってことは、まあ、まだまだね続いていけるコンテンツだと思うし、あの私としてももっとね長く続いてほしいなって思うんで、どんどんね新しい人入ってきてくれると嬉しいですね。艦隊とみんなをお守りします。で、その新しくね入ってきた人たちもね、まあ、やっぱり、まあ、艦これ始めるきっかけになった要素はねやっぱりカンムスにあるというのは間違いなくて、あのこの子をあの艦隊に、自分の艦隊にねあの迎え入れたい、まあ、そう思って始めている人がかなりというか多分 100% と言ってもいいんじゃないかなと、まあ、それで始めた人が始めるんだろうと思いますけど、皆さんの嫁感は誰かな、うん、まあここですぐ晒してとは言いませんけど、多分その子がね一番あのレベルが高いだろうだろうね、うん、当然だよね、嫁感だからレベルも一番高いのは当然だよね。響きだよ。おっと出てきちゃったねほっぽちゃん、うん、まあ、ここの特徴がボスなんだけどこれが道中に出てくるっていうことがね非常に厄介なことで、攻撃隊、まあ、倒さなくていいんでねここは通過させてくださいということでお願いします。最終形態なんだよな。
航空戦はいいとして、あとは本域戦がどうなるかは当たってみないとわからないからね。最初は OK ね、かわした。うん、これもう一回来るね。もう一回置いてけ置いてけ。よし、中波にしたからこれでちょっとおとなしくなるのかな。このため、うん、おお、赤さん強し、うん、やっぱり赤木さんなんだよな。加賀さんと萩さんはいつもねセットで運用してるから連動が一緒なんだけど、でも経験値の差でいくとね加賀さんの方が多いんですよね。まあこれにはおっとね、あけぼのよってこっち見んな、このクソ帝徳。いいですよね、9周年の衣装、まあ去年の8周年のね衣装も良かったですけど、まあ、特にこの胸周りのところなんかはね、なんかオリジナルというか手書きしたんじゃないかなっていう感じがして非常に好印象ですね。まあ私もね、長くやってはいるわけですけど、リスナーさんの中でね、過去にこう、あまりこう触れたくない部分ではあるんですけど、まあ、今日は、まあ、ちょっとこの話をしておこうかなと思ってするんですが、もしね、沈むわけにはいきません。あまり好ましくない話題かもしれないんで、その時はどうか許してください。最初に言っておきます。何の話かというとですね、カンメスのゴーチンストッパーっていうね、まあ、このゲームをやる上ではもう絶対にね損守しなければならないルールがあります。それはこのカンムスたちはね、戦闘で大破をするとですね、ロストする可能性があるということですよね。良い作戦式でした。まあこのルールはね、まあ、絶対に守らなくてはならないルールで、まあ道中で大破してしまって、まあ、それが最後のマスであればねいいんですけどね、例えばボスマスであったり、まあ、次のマスが港であったりとかだったら、まあ、それはセーフですけども、まあ、それがそうではなくてもう一戦あると、まあ、それが空襲末であろうと何であろうとね、まあ、戦闘が行われる可能性がある場合は、残念ですけどもカンムスをロストする可能性があるわけなんですよね。なので、戦闘がね終わったら必ず甲板の修復に、まあ、カンムスの状態を確認して、プレイヤーはねそれを進軍もしくは撤退ということをきちんと行わないといけない。そうしないとロストしてしまうというね、これは何回も言いますけど、まあ、絶対に守らなければいけないルールなんです。で私さっき赤木さんと羽賀さんがね同じ連動だっては言いましたけども、実はね、私過去に赤木さんを沈めてるんですね。
まあ、それもイベントとかではなくてね、通常の回避攻略の時でしたね。まあ、具体的な回避を言うと、あのリランカっていう4の3という回避があるんですけど、ここの回避はちょっと変則的な編成で出さなくちゃいけなくて、まあ、当時、まあ、私もカンコレ好きだったので毎日ねやってたんですが、やっぱり慣れっていうのはね怖いもんで、まあ今もねちょっとたまにというか、まあ、ほぼこういう形でプレイをしていると、他のあの画面を見ながらね、まあ、これながらカンコレなんてね名前がついてたりついてなかったりすると思うんですけども、まあそういった感じでやってたところ、あの道中でねボスマスの前で大破してたんですね。でも私それに気がつくのが遅くてね、戦闘が始まってから気づいたのではもう手遅れなんですよね。その戦闘が始まる前にもしね気がついていたりしたら、まあ、当時はねこれもあまり推奨はされてませんでしたけども、まあ、ブラウザーバックするというね、もう 最後の手段です。実際のところこれは使わないに越したことはないんですが、これは最後の手段ね、戦闘が始まる前の戦闘形態を選ぶ前にブラウザーバックすれば、まあかなりグレーですけど、私の知ってる限りではこれで助かったケースが何回かねあります、はい。まあそれくらいねそのルールはね、まあ、損守しないといけないっていうのを痛感したのがそういった過去に経験があったからなんです。で赤木さんというとね、あの最初のあの航空母艦あの任務でねゲットすることができるので、比較的皆さん保有はしてはいるんです。でも赤木さんそのものはね、あのホロ、まあ、リアリティがね非常に高いですから、そんなメタラやたらメタラね出てきてくれるわけではないので、まあ、正直へこみましたし、また開港するのにだいぶ1ヶ月くらいかな。結局これ開港したのはプレイしてドロップしたんじゃなくて、建造で出てきてくれたんですよね。なんで今の赤木さんは2代目ということで、まあ、それから、まあ、レンドをね一緒にあげようと思って、という過去がねあったりします。高評価ありがとうございます。まあね、ちょっと私が過去に やらかしてしまった、ことがねあるので、まあ、できれば皆さんにはねそういった同じ、まあこれは苦しみと言ったらいいんでしょうかね、まあそういったものは味わってほしくないので。しかしどうして味方同士でぶつかるかな、まあ、それでもね攻略したい回帰があったりとか、まあ、イベントとかねいろいろ忙しくて時間がなくてとかね、まあ、理由もいろいろ様々だとは思いますけど、カンムスあってのカンコレだし、カンコレもカンムスがないいないってことには始まらないんでね、そのことをは伝えたいね、伝えたかったので今日はその話をちょっとしてみました。はい、それで攻略の方はね助産の後できましたので、次は7の4ですね。
ちょっとこの準備をしたいと思います。アップルパイ1さん、悲しい話に持っていくなぁ。まあ満身派ダメだよね。あ、アップルパイ1さん、あ、コメントありがとうございます。いや、まあ、私もこれやって長いことをねやってて、で、まあ、こんな私でもね、配信始めてみて、まあ、それでたくさんの人とねこうやって、話しすることができるようになったのもカンコレがあったからなんですけども、うん、まあ、楽しいこともあるし、寂しいこともあるし、まあ、楽しくゲームはやりたいんですけど、私でもそういったことをやってますので、うん、皆さんも十分ね、それはそういうことがあるんだということをね注意してもらいたかったので、今日はその話をしました。ごめんね。アフニさん本当にごめんね、あの時は。でも今はもう二度とねそういったことはねしないから、共同駆逐艦タシュケント抜病、さあ同志行こうか。第一海上護衛隊シムシュ抜病っす。はい、で次の海域はあのトッコちゃんがね出るところなんでね、ちょっと特殊というか対戦相当しないとね、4号線出撃するぞ、いけないからね。ちょっと装備の方変えますね。まあ楽しい話をすればというか、私参加してないんでね、あの楽しい話になるかわからないんですけど、あの、まあ、先日ありましたね、あの暮れのイベントは大盛況だったということで、新聞やテレビでもねあの取り上げられたということだそうですから、まあね今週から、まあ、1週間経ってるんで、まあ、それでも今でもねあのそのイベントの名残というか、あの体験するコーナーとかはねあるみたいなんで、アップルパイ1さん、私は酒飲みながらやるからブラウザの大破警告派ありがたい。ああ、そうですか。まあプレイスタイルはみんなそれぞれですからね、うん、まあ中にはそういったあのブラウザ機能で進軍するときはね大破なってるよっていうのを知らせてくれる、まあアラームみたいなものがね搭載されてるというのはあの私も聞いたことがあるんで、うん、確かにそういうのがあると便利ですよね。まあ私のような悲しい出来事が本当にね起きてほしくないんで、うん、なるほどな。まあそういった機能もね使える方はねぜひ使って回避してね、本当にそうなるか。まあそうなるな。シムシュちょっとね本当ギリギリの装備にしてるんでね、ここは、うん、ちょっとガチ装備にしてきますね。ガチガチにしちゃいますね。ここはどうするかな。
集中。ふひひ、これでクナミ一馬身リドッシュ。あとは。なんかいたっす？気のせいっす。先日というかね、新しい報酬で配られた装備の中にね。まあ、最新型の、まあ、最新型っていうのかな、アメリカカンムスが装備してるレーダーありますよね。あれの最新後期型がね、今回実装になったということで、まあ、これで、まあ、新しいカンムスが、もしくはまあ、任務でね、それをまた今度配るよっていうふうに、運営さんのね、ツイートでしてたんですけどもね、まあ、大体そういった装備っていうのは、新しいカンムスがね、今度、まあ、実装される、こう、まあ、それのね、まあ、準備段階に入ったといった時にね、実装されるんで、まあ今のところ情報が本当にまだねない状態なので、はっきりは、まあ、断言はね到底できないんですけども、まあ、これはあくまでね、噂ですよね。よ、まあ来てくれるかどうかはね、まだまだわかりませんけど。まあ、いいんじゃない。水星は水星で悪くないんだけど、整備大変なのよ、整備が。コロラドですね。その姉妹艦が来るんじゃないかというふうに噂されてますね。まあこれでいいかな。うん。まあ、先日のイベントで手に入った機102オツを編成して、うん、出演費のままなってますね。これもダメダメだな。提督、春ですね。あ、高評価いただいてありがとうございます。春の新作卵焼き、まあ、今日はね、これから7-4に出演費していきます。潜水艦の話もね、していきたいとこですけど、攻撃隊発艦。と実装当時はね、対戦装備という存在そのものはね、理解してなかったので。まずは装備がないっていうことがね、一番最初に痛感した、攻略できなかったというね、まあ、原因の一つですね。
何かで攻撃してるんだろうなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、実際それが、まあ、今だったらね、まあ、ソナーとパクライだろうって、まあね、言えるんですがね、どうしよう、ドミラル、始めたばかりの人はそんなこと知ってるわけないんで、まずはそれをね、あの交渉で開発しないとね、いけなかったと。まずはそこからですよね。そしてその後、あの陣形で、攻撃力が全然違うっていうことをね、あの知ることになって、単中陣で戦闘ばっかりしてるとね、まあ、潜水艦にダメージ全然入らないんですよね。まあこれもやってる人からしたら当たり前なことなんですけど、やっぱりわからないことですよね。でそれでようやく、まあ、ターン王陣を使って倒せるようになって、随方の航空隊が活躍したの、やったー、軽空母だって頑張れば勝つ。まあその後はね、まあ多分、まあ装備の方もだんだんグレードアップしていって、まあ、戦闘経験をねどんどん積んでいくことで、さあやるわよ、まあ、成長していける。攻撃隊発艦、まあ、通常戦闘でやっぱり得られるね経験っていうのは、さあやるわよ、攻撃隊発艦、まあ、その後のね続くイベントでも絶対役に立つんで、まあ、カンコリにはね、チャートリアルっていうのがちょっと存在していないように見えて、まあ、海域を攻略することがチャートリアルみたいなね、まあ、そんな部分があるんで、まあ、知らず知らずのうちに、まあ、攻略の仕方っていうのを、まあ、覚えさせられてるっていうかね、まあ、そういったところがあるんだよね。なのでまあできればね今実装されてるあの海域についてはまあできるだけね攻略できるところはまあ攻略していって、まあそれでまあこのゲームをねあの好きになってもらいたいですね。まだまだ新規さんも増えてるし、今年の秋にはね第2期のアニメーションも始まるし、まあ、それで始めてくれる人もいるだろうし、いやーこの先何年続くんだろうなってまあ勝手に思っちゃいますけどね。お返しだ、行くぞ。おーし、うん、まあえて攻略の方にはあんまり触れませんでしたけど、ここ結構ね道中事故るんですよね。よくよくここまで来れてよかった。うん、空隊が活躍したの、やったー、軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。稲妻です。あとは、ボスね、ここ。どうするかな。ここね、単獣人では倒せないんですよね。あのボスがちょっと特殊なんでね。なので、ここは、定型人でね、行ってみようと思います。
よし、最初の攻撃で敵潜水艦、第二の攻撃で水上艦ね。やっぱり強いね。さすが、さすがだね。よしなのかな。この子ね、中放ってからが本番だからね。では行きましょう。1回目ではあったけど、ダメージね、ちゃんと夜襲できましたね。よし、随方の航空隊が活躍したの。やったー、軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。お、珍しい神風型駆逐艦旗風参りました。お供させていただきます。よろしくお願いいたします。まあ、この子もね、神風型、まあ、通常能力は控えめだけども、うん、根強い人気のある神風型ですね。はい、ちょっとスクショ撮っとこう。はい、艦隊が起動しました。みんな無事かな。旗風もね、これで 3人体制ではちょっときついから、うん、まあここはこれはこれでね。ありがとう。後でおか、天山はって、あれ提督格納庫まさぐるのやめてくれない、うん、っていうか、邪魔。これで今の進行状況を確認ですね。春はウキウキしちゃいます。春の新作卵焼き食べる？うんですね。 80% になってるんで、あと最後ね、まあ、最後が難しいんだな、これが。今回のね、あの作戦が、まあ、軽空母がね、機関にいるということでね、まあ、それが一番の、まあ、難しくしてる原因で、まあ、いつもはね、まあ、6の4のピーコクと行くときは、まあ、左回り。航空巡洋艦モガミ出撃するよ。 Are you OK? 防空巡アトランタ。まあ言ってみればね、秋津島かも、ね、あの子を使って戦艦武蔵、まあ、攻略するんですけど、これ右回りで行くとね、何が辛いかっていうと、道中の戦闘が非常に激しくて、まあ、離島正規そのものも強いことは強いんですけど、そもそもたどり着かないっていうね、そこが一番きついですよね。あとここからは本当にね、軽空母の力見せていかないといけないんでね。いい艦載機ですね。かわいいです。給油艦とかに戻しちゃダメだからね。
弁当食べる？まあこれはこれで。対空火力もまあ気になるな。これが武蔵の新しい力。いける、いけるぞ。新しい力、うん、ああ偉いぞ。この武蔵が褒めてやろう。対空火力もまあ気になるな。うん、あとは鉄鋼弾を積んで、これが武蔵の新しい力。いける、いけるぞ。ああ偉いぞ。この武蔵が褒めてやろう。でここからはね、伊藤正義を倒すための装備をねちゃんと積んでいかないとね。ボスいますまで行ったけど倒せませんでしたでは済まされないんでね。行ったからにはもう必ず撃破してあげないといけない。風には確か神社乗らないんじゃなかったっけ。あ、乗るか。じゃあ行けるな、うん、よしよし。デイト君ありがとうございます。今日か嬉しい。あのもし可能でしたら川風にもお願いできると、あの嬉しいです。ここはこれでよし。あとは最上だな。最上に、増設と、いいね、こういうの好きなんだ。交流と、あと内科というか。内科っては誰が持ってるね、これね。かも。そうさ、随分だろ。ちゃんと定数目いっぱい積んで飛ばしてみたいね。いいのかい？そこは薄いからね。水性は水性で悪くないんだけど、整備大変なのよ、整備が。あとは基地航空隊だね。基地航空隊をどうするか。作戦終了。報告見るかな。遠征大切ですね。助かるクマ、ありがとにゃ。この海域ね、ピーコク島のところ支援艦隊出せたらね、すごい楽なんだけどね、そういかないのが厄介だよね。ここ第一航空隊、よし、ここは道中に振ろう。もう道中に振って、で、本体は、もう、本体の力で落とす。それだ。
脳筋アタックと呼ばれても仕方あるまい。よしよし、では出撃も準備 OK なんで行きましょう。三光線帰還追放罰病しちゃいます。通常マスが K と J なんで、こことここね、こことここに出します。あ、しまった航続距離が足りなかった。はい、頑張りました。ボスにしか出せませんでした。やっちまいましたね。そっかそっか、7マスないとダメなんだな。ここはもう見送るしかない。ボスまで行ったらもう勝ち確定だな。風呂入ってこよう。ダメ絶対だね。ちゃんとここに書いてるじゃないかな。もうまあボスにたどり着くだけでまあマシだったけどね。別に、もうここは単純心で行くしかないね。ここなんだよ、ここ。これにおける戦闘の極意は、相手に攻撃される前に先制攻撃で相手の火力を削ぎ取る。これが極意ですからね。撃たれる前に撃てなんです。そうしないとね、回避できるのはね限界があるんで、必ずどこかでね一発もらうんですよね。そうなってしまうと、もういや、まあそれで終わるわけではないんですけどね。帰ればまた来られる。帰ればまた来られる。大切なことなんでね、二度言わせてもらうぜ。まあまだ帰らなくて良さそうだな。私はヤマト型、その改良二番艦だからな。当然ルート的には J に行って、多分空襲マスは行くはずなんだよね。確かこのルートは空襲マスもおまけ付きだからね。よし、ここもまたね、さっきと似たようなもんで、さっきよりもね戦艦の火力上がってるからね。駆逐を1隻だから、まだまだこれ分からんぞ。これヤマトよ、見てろ。てーやだよ、私沈みたくない。よし、やだからね。追撃戦に
2つ、やっぱ4つ目だね。狙うところは、うん、まあそうなるな。あと2手。あ、ダメでしたね。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。叩き落とせ。ファイル、ファイル。誇りに温かれた仮面6メルさん。叩き落とせ。ね。ファイル、ファイル。誇りに温かれた仮面6メルさん、フィアスト、メイト。ね、ありがとう、初コメありがとうございます。今戦闘をねしてましたけど、やっぱりね怒っちゃいましたね。逃走中撤退です。ちょっとお名前の方は難しい読み方みたいでお読みできないんですけど、まあ、ゆっくりしていってください。よろしくお願いします。撤退しますね。しました。みんな無事かな。やっぱり道中はね、あと1手、あと1手足りないんだよな。沈まないけどちょっと痛い、ごめんなさい。まあ一応そう思って皆さんにの、皆さんっていうか説明はしてなかったんですけど、全部ねキラキラ状態にはしてたんですよ。こういうことを、まあ起きることは起きるだろうけど、その可能性をね少しでも減らしたかったから準備してたんですけどね。まあやられちゃったからにはね、やっぱり道中出していくんで、とりあえず76あれば、これで7になるんで、まあ道中に出しても差し支えはなし。提督、今日は記念日ですね。ご一緒。海白露型一番艦海風、抜業します。なんでね、あそこの海域はこれがあるから困るんだ。棒読みです。発見しました。撃ち方はじめ、よく狙って。まあ配信も始めてね1時間立っちゃったからちょっと疲れてきたんで、まあ休憩は入れずにこのまま行きますけど、一番ですか。ちょっとお水は飲ませてね。ありがとうございます。なんだか恥ずかしい。イカズチよ、雷じゃないわ。そこんとこもやら。負けないフラグを立てていく。うん、そうなってほしい。海風が一番ですか。艦隊無事母港に来た。あ、補給ありがとうございます。助かります。はい、随方もご一緒します。もちろん。提督、春ですね。よし、じゃあ2回目いきたいと思います。今度は航続距離もあるし。食べる。はい、
ちろん。やっぱここはジェーマスかな。ジェーマス出してポスマスに出すと、うん、この形で今度は一手増やしてみた。それとも陸攻を4にして飛竜じゃない陸攻にした方がいいのかな。それであればね、 4回攻撃でもなかなか4回攻撃して4隻落としたっていうことは未だかつてないから、まあ複数の部隊で1隻落とす、まあそれが理想だからあまりそこはいいのかな。まあね、本来ねイベントだったらここで支援艦隊を出してね手数を稼ぐとこなんだけど、今回それができない海域なんでね。ここは狙われるところはね、やっぱり駆逐艦狙われるけど、まあ、それでもね、うちの子はやれるはずだから大丈夫だ。レンドンは足りてるはず。回数をこなせばやれるとかそういうのではなくて、この時に決める、そう決めてくれてたから。そう信じて送り出したカンムスがなんてね、よく話題に上がったり しなかったりするかもしれないんですけども、大丈夫だ、心配ない。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。てー、よし、武蔵、いいとこ狙ったね。サミダレを集めて林って場所だって叩き落とせ。これがね、警戒陣があればね、第4に配置して、よし、もらったぞ。おのれ、狙ってくるな。同じとこ狙ってくるな。いや、よう、山風狙ってくんな。本当の犬に弱いとこ狙ってくるから困るな。まあ、弱いっていうのは連動とかそういうのじゃなくて、ヒットポイントが低い、耐久力がね一番低いから狙ってきてるとは思うんだけど、露骨すぎて本当に困る。さあやるわよ、攻撃隊発艦。さあさっき撤退したところだけどね、あと引って足りないんで、さあやるわよ、うん、3手加えてくれたからもう言うことないね。よし、航空攻撃もさせず、僕が相手だよ。うん、これ以上ない。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。艦隊、攻撃戦に移行します。行きます。今の僕は負けないよ。甘い甘い。枯らせた。アトランタやったか、やったか、負けフラグだからね。やったね、これ初手の攻撃で空母棒立ちにしたね。こういうことやってくれるからね。あ、ロメルさんナイスヒットいただいてありがとうございます。ベリーナイスですね。私はヤマト型、その改良2番艦だからな。当然か。武蔵いいとこ狙ってくれたよね。礼は受け取ろう。まあ相手もいいところ狙ってたけど、やっぱり基地航空隊はねいい仕事した。
やっぱりみんなのね活躍あってクリアできる。うん、まあ、それが本当に嬉しいんだよね。ねえ、嬉しい嬉しい。うん、航空隊も寄せ付けない。なお倒せるかどうかはやってみないとわからない。そうですね、いい状態はもうこれ以上ない状態で来られたんで、ここでこのボスを倒すことがねできるかどうかは、うん、いや倒せるかじゃなくて倒してくれる、そう信じて応援します。みんな頑張ってきてね。ここまで来るとは。ここまで来ちゃった。航空隊の方はさっきの攻撃でね全力を出してしまったようだ。うん、まずはこれで5対6。よし、もらったぞ。おお、武蔵。おお、もがみにこれは、うん、まず集積地を燃やしていく。あー、もがみダメか。相手の基地航空砲台はなかなかな落ちないからな。うこれで攻撃できるのは山風だけか。できれば全滅これダメだ。思った以上に。手数が足りない。いや、せっかくここまでみんな頑張ってくれたけど、残りのメンツではね倒せないんで、追撃はせずここは帰るしかない。あ、高評価ありがとうございます。でもみんなよく頑張りました。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。あともうちょっと早くね攻撃できればわらわが初春だったんだけどね。艦隊が起動しました。みんな無事かな。ありがとう。後でお返しに卵焼き焼いてあげるね。沈まないけど、ちょっと痛い。ああ、せっかくの航空甲板が台無しだよ。ごめんなさい。もうもはや何も言う言葉が見当たらない。ねえ、どうしたもんかね。だから右回りはね、ちょっと手強いんだよね。ちょっとだけ休ませて。いや、どうする。いや、ここは信じよう。俺の航空隊を信じる。これ銀河に変えてもそんなね変わんないはずなんだよな。はず。
悪くないんだけど、整備大変なのよ、整備が。いや本当に武蔵はね、今いい働きしたし、うん、アトランタも防空で頑張ってくれたし。Are you okay? 防空準、アトランタ、出撃するから。第5戦隊所属、24区、罰病、行くよ。あとは最上がね、ちょっと序盤で大破してしまったんで、まあ、手数がね、下の3人のうち1人でも残っていてくれたら野戦でワンチャンあったんだけど、ああなってしまってはね、困ったでもやり方自体は間違ってないから、あとは倒せるかどうかは。制空は足りてるような気がするんだよな。だから夜襲にしちゃおうか。あんまり意味なさそうな。いい関西機ですね。かわいいです。これ落としたらこれどんどん190か。これ落とすと制空190。やっぱり200は必要か。しかも夜襲にするとこう変えないといけないしな。ん？待てよ。よし、ちょっと試したいことがあるんで。まあ、劉邦ね、前回のイベント最後の時、まあ、夜襲空母になってね、頑張ってくれましたね、本当活躍してくれたんで、今回もね最後の一手のために。可愛いと思うんです、私。あら、美味しい、素敵ですね。うん、どうする？これ全部載せたとして、やりましたね。天山って可愛いと思うんです、私。あら、美味しい、素敵ですね。果たしてこれでいけるか。ちょっと足りないな、やっぱり。ちょっとあれだな、一光線だな。やりましたね。天山って可愛いと思うんです。あら、美味しい、素敵ですね。やりましたね。天山って可愛いと思うんです、私。うん、よし。ちょっと無理やり上げた感はあるけど、劉邦でもう一度やってみようと思います。それでは、罰病。劉邦の本当の力、お見せしたいと思います。今度も基地航空隊をボスマスとジェマス分けていきましょう。今日全力で、明日も全力で、未来のことは誰にも分かりません。でも今目の前のことは分かる。そのことにだけ全力で集中していきたい。追撃に移行します。前さん、突撃。よく狙って。妖言いっぱい。今の僕は負けないよ。甘い甘い。ふう。いつでもこの雷撃シーンっていうのがね。撃つよ。
安心して見ていられないね。相手の人形がね、炭王人だからといってこちらの攻撃をね当たるかと言われればそうでもないし、相手の攻撃が当たるかと言われればね、それもまたそうではなくて、もう結果がね全て物語ってるからね。まずは道中抜けていこう。始めるよ。今の僕は負けないよ。甘い甘い。あと不安要素としては、劉邦がね、今回初めて、今日初めて出番なんで。見てろ。てし。くんなよ。まあその部分がね、どうしても最初に出撃し。するさせるとどうもその能力をね発揮できなかったりするような感じがします。あくまで私の感想です。よし、武蔵に積んだバルジもね威力を発揮してくれたんじゃないかな今のは。まあね、戦艦や、まあ、いくら硬いって言っても航空攻撃にはね、やっぱ弱いからね。なんかクリティカルでドーンって持ってかれるのも結構あったりするから。当然か。しかし。やっぱりね、質を反映してたりするのかな、そこは。まずここまでは順調。あ、高評価ありがとうございます。励みになります。多聞丸の、カンコレ多聞丸です。ゆっくりしていってね。第一攻撃隊では戦闘の方に集中。うん、これはちょっと弱めな編成で来てくれたんでね、ここは抜けたいね。これでも抜けたいね。ほんと弱いと言っても相手の空母は弱くはないんでね。始めるよ。打撃力がちょっと落ちてるくらいで。今の僕は負けないよ。よし、もう落として。落として、落として。ここ落としてくれ。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。たとえ大破でも戦艦の火力はね、駆逐艦程度の底を無事に出てくるからね。ダメなんだよ。はい、サミダレを集めて早すよ。お。山風が落とした。おーし、もう一回攻撃来るね。これを受けて受けて武蔵で取ると、よし、だんだん戦闘がスムーズになってるような気はしなくもないけどね。これがカンコレア。ワンワンワン。その改良2番艦だからな。当然か。しかし礼は受け取ろう。お、航空母艦飛龍です。空母戦ならお任せ。どんな苦境でも戦えます、ね、どんな苦境でも戦って、まあそういう状態にならないようにしないとね。こちらが常にこう主導権を握っている状態、インシアチブを握っている状態でね、戦わせてあげたいですね。苦境と呼ばれる状態はね、イベントの最終回帰のラストのボスを発揮化するときだけで十分だ。それ以外はもう楽に勝たせてくれ。お願いします。抜かれたか。あ、でもかわしたね。空襲も空襲で怖いけど、
今日の空襲は私の艦載機が活躍したの。セカンド離島世紀 VS が始まる。ここまで来るとは。離島世紀は確かに強いけど、一番厄介なのはこの集積地。こいつをどう早く処理するかで勝負は決まる。誕生人か、殴り合いだな。まあカスだね。制空は取って枯らされたか。わあ、これはきつい。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。これはきついな。流れは悪くない。悪く、お、武蔵耐えたか。TGU 不利だからね。倒せるかどうかはちょっとわからない。でも信じる。でも大破じゃないから少しはダメージ与えられるかな。さすが。おっ、ブー、やったぜ。最上ナイスだ。やったー。パチ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 。海風が一番ですか。ありがとうございます。海風集積地燃やしたからね。4桁出してくれたからね。やっぱり今日の主役は三風でした。高速戦艦春菜ね。無事に母校に戻ってくれました。よかった。ああ、よかった。艦載機の補修も感謝いたします。て、い、と、く、おめでとうございます、ね。艦隊はこの春また新たな歴史。まあ追放、まあ、ここまでね艦隊を引っ張ってくれて、まあ、最後は丸い方にバトンタッチしたけど、まあ姉妹艦だからいいよね、こういう感じで攻略できたら一番最高だぜ。で報酬はこの51センチ砲もらっていきます。そして、春の飾り窓9周年、本当皆さんおめでとう。そして51センチをゲットです。あ、これで誇りに温かい高みにロメルさんおめでとう。あ、ロメルさんありがとうございます。無事にね攻略できました。これもみんなのね働き合ってのこと。よし、じゃあちゃんとね装備の方をロックして51センチ砲、まあ、みんながね待ち焦がれているあの子が飼い犬になる、その時にねその進化が問われるだろうと思います。ヤマト、まだもう少し時間がかかると思うけど、もう少しだけ待っててほしいね。
皆さんもこれでもう少しだけ待ちましょう。はい、ということで、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。本日の配信は、ここまでということで、ここまでの、ご視聴いただきましてありがとうございました。今日は、艦隊9周年の拡張任務をねやってきましたけども、まあ、いかがでしたでしょうか。やっぱり最後のピーコクと難しいとは思ってましたけど、難しかったね。やっぱミールートで行くと、まあ、左ルートもね大概難しいんですけど、右の方はさらに道中がねきついんで、あんな結果になったりも、こんな形になったりもしたけど、なんとかクリアできて嬉しかった。またリスナーさん本当に今日コメントねいただいて、応援もいただいてありがとう。まあちょっと悲しいお話もしちゃったけども、まあ、これも私あの多聞丸のねカンコレのスタイルなんで、ちょっとでも伝わればなぁと思っています。また、たくさんの高評価もいただきました。本当にありがとうございます。それではね今日はこれでお別れします。次回の配信の方ですけども、来月の5月4日の時間の方はまたこのくらいの時間で配信しようかな。ちょうど休みの日なんでね、いつもは20時からなんですけど、お休みの日だったんで今日は早めにやりました。次回も早めにやろうと思いますので、Twitter のフォロー、またチャンネルの登録もよろしくお願いします。それではこれで失礼いたします。じゃあね。